皆さん、こんにちは。あなたは今、身近に気になる女性がいますか？気になる女性がいる男性は、その女性が自分を恋愛対象として興味を持ってくれているかがものすごく気になりますよね。もしも自分に好意を持ってくれていたら、なんて思うこともあるのではないでしょうか。今回は、彼女の本音が知りたい？女性が隠れて使っている好きの合図7選についていくつか解説していきたいと思います。順を追って細かくお話ししていきますから、ぜひ最初から最後まで聞き逃さないようにお願いしますね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。女性の中には自分の好意をストレートにアピールしてくる大胆な女性もいれば、うまく好意をアピールすることができなかったり、男性側に気がついてほしいという思いからさりげなく好きの合図を送ってきている女性もいます。そんな控えめ女性からの好きの合図をいくつかご紹介していきましょう。 1. なぜかよく目が合う。うまく自分の好意をアピールできなかったり、男性側に気がついてほしいと思っている女性は、気になる男性のことをこっそりと視線で追っていることが多いです。これは男性側にもよくある話で、つい気になる人のことは見てしまう現象ですよね。気になる女性がいるとしましょう。もしも日常の中で普段からその女性とよく目が合うなと感じた場合は、女性側があなたのことを意識して見ている好きの合図です。どんなに優しい女性でも、興味のない男性のことを視線で追うようなことはしません。あなたに興味があるからこそ、つい視線で追ってしまうのです。目が合うということは、あなたも少なからずその視線を無意識に感じ取り、視線の方向へと顔を向けているということです。よく目が合うようになったら、女性側も次のステップに進みたいと思い、新たな好きの合図を出してくるかもしれませんね。 2. 話をする時の距離が近い。気になる女性と話をする時、お互いの距離は近い方ですか？それとも遠い方ですか？女性からの好きの合図は、このお互いの距離にも現れています。恋愛対象として興味がない男性とは、むやみに近い距離で話をしようと思う女性はあまりいません。距離が近いということは、相手のことをよく見られるけれど、逆に自分のことも相手に見せてしまうということです。距離が近いと、普段の距離では気がつけないポイントに気がついてしまうこともあります。恋愛対象として全く興味がない相手に対して距離感が近くなってしまうと、その男性に対して誤解を与えてしまうこともあるので、女性側も男性との距離には普段から気をつけているものなのです。だから、もしも気になる女性との距離が他の男性と比べると近いような気がする場合は、あなたに対して興味を持っている可能性があり、それがその女性からの好きの合図である可能性も十分にあるのです。 3.トーンの高い声で話す。女性が気になる男性と話をするとき、普段話をするときよりもワントーン高い声が出てしまうことがあります。これは気になる男性と話をすることができて嬉しい気持ちからテンションが上がり、ワントーン高くなってしまう場合、または気になる男性と話をすることに対して緊張してしまい、ワントーン高くなってしまう場合が考えられます。恋愛対象として興味のない相手の男性に対して声のトーンが高く変わるようなことは滅多にありません。なので、あなたが気になる女性が自分と話をするとき、もしも声のトーンが高くなってると感じたら、それは相手の女性からの好きの合図かもしれないのです。 4. SNS に対する返信がやたらと早い。もしも気になる女性と SNS で連絡を取り合うような関係ならば、女性の本音を垣間見るには SNS の返信速度なども気にしてみるといいでしょう。女性の中にも SNS などを利用することが苦手だと感じている人も少なくありません。しかし、それが自分が恋愛対象として興味のある相手からの連絡となると、そういった苦手意識を持つ女性ももっと親しくなりたいという気持ちから返信は早めに返ってくるものです。もちろん、普段から SNS を使い慣れている女性は本当に返事が早いです。それは早く返信することによって、相手の男性がまだリアルタイムで携帯電話を触っている可能性があり、電話のように同じ時間を共有して話ができるからでしょう。だからこそ、好きだと思っている相手からの連絡ならいち早く返信するのです。もしあなたの気になる女性からは返信が早いと感じるのであれば、それは彼女からの好きの合図かもしれませんね。5.
恋愛に関する質問がやたらと多い。相手のことをもっと知りたいと思うのは恋の始まりかもしれません。つまり女性にとって相手のことを知りたいのは恋愛に関することが特に知りたいのです。普段リアルに会話をしていたり SNS を利用して恋愛系の質問をしている女性は特にあなたへの興味があると思って良いでしょう。今彼女がいるのかや、どんなタイプの女性が好みなのかなど、具体的な恋愛の質問に加えて趣味や好きな食べ物を聞かれたりすることもあります。つまりあなた自身が気になった女性に対して知りたいと思うような情報を女性側もあなたに対して知りたいと思っているものなのです。だから恋愛に関する質問が特に多い場合はあなたに対する好きの合図を送っている可能性が高いのです。 6. 興味のあることや場所などが会話の中に出てくる。女性との会話の中であなたが興味のある場所だったり興味のあるものの話になることはありますか？普通に友達としての会話の中でこのような話題を話すこともありますが、例えば女性の興味のある場所やものの話になった時、行ってみたいんだよねというキーワードが出ると、それはあなたと行きたいという誘ってほしいアピールの場合があります。一緒に出かけたいイコールデートがしたいと思っているからこその発言なので、これは女性からの好きの合図だと思って間違いないでしょう。こういった会話の中で女性が相手の男性に勘違いされないように工夫しているときは、興味のない男性が相手だった場合、私もその場所に興味はあるんだよねと言葉を濁します。興味はある場所なんだけれど別にあなたと一緒に行こうとは思わないという気持ちが隠れているのです。7. いつも笑顔で話をしている。どんな女性も気になる男性には自分のことをいい女性だというイメージを持ってもらいたいものです。そんな女性が気にかけて気をつけているのは常に笑顔を忘れないこと。どんな時でも笑顔を忘れない女性というのは周囲の雰囲気を明るくします。そして穏やかにもなります。男性からのイメージも笑顔でいる女性の方がいいものですよね。女性からすると気になる男性の前では自然と笑顔になってしまうものなのです。一緒に共有できる時間を幸せだと感じたり、同じことを共有できて嬉しいと感じたりするからです。もしあなたの気になる女性が自分と話をしているときは笑顔でいることの方が多いと感じる場合は、女性からの好きの合図が出ているのかもしれません。また会話しているときにボディタッチなどがあったりすると、さらに女性からの好きの合図だと確信してもいいでしょう。なぜなら興味のない男性に対して女性がボディタッチをするようなことはないからです。どうでしたか？彼女の本音が知りたい？女性が隠れて使っている好きの合図7選をご紹介してきました。もともとの性格が内向的な女性は自分から好意をアピールすることを苦手としているので、こういった好きの合図も分かりづらいかもしれませんけれど、そういうタイプの女性ほど一生懸命に自分の気持ちをアピールしているので、ぜひ男性にはその合図に気がついてほしいものです。女性の中にはこの好きの合図を天然で誰にでもしてしまう人もいますし、小悪魔的に複数の男性に行っている人もいます。必ずしも好きの合図であると言い切ることはできませんが、いくつかのポイントを組み合わせて可能性を判断してみてくださいね。また身近にあったエピソードなど、よかったら意見をコメント欄に書いてみてくださいね。今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。